おはようございます。ボスコンくんちゃん動画、今日も行きたいなと思います。今日はね、ボスコンくんちゃんと朝のお散歩動画、見ていただきたいなと思います。ボスくんね、尻尾をフリフリ、お尻をフリフリ、大きな体をゆらゆら、見てください。だいぶ毛が伸びてきました。毛が伸びるにつれてね、ちょっとね絡まってきております。それに比べてクインちゃん、相変わらずね、黒ピカリしております。もうテカテカツヤツヤでございます。まあね、犬種によってもこんなに違うのかってぐらいね、ワンちゃんって奥が深いです。まあね、オスメス関わらずね、毛の長さだったり、ダブルコート、シングルコート、また犬種だったりね、いろんなワンちゃんがいるかと思います。やっぱりね、どんなワンちゃんも、またね、同じ犬種でもね、個性があったりとか、本当ね、ワンちゃん奥が深いと思いますが、ちょっとね、今危ないよボス君、危ない危ないボス君。何が危ないかって、電気ビリビリの線がね、近くにありました。ボス君気づいてません。もうね、田舎はね、野生動物がかなり多いです。電気ビリビリの線がね、そこら中走っています。もうね、特にね、田んぼだったり畑だったり電気ビリビリ、皆様田舎に行った時気をつけてください。まあね、幸いね、パパはねビリビリ来たことないんですが、よくねまたぐことはあります。噂じゃ日本同時に触るとね、なんかビリビリ来るなんてこともね聞きますが、まあね、パパね1本だけだったら触ったことあるんですが、一方はね、大丈夫でした。なんか日本がやばいらしいですが、どうなんでしょう。まあね、そんな話も置いといて、ボス君頑張ってテクテク歩いています。ボス君、今日はね、ボス君をね結構長めに撮影していますので、ボス君ファンにとってはね、かなりいい動画かと思いますが、それにしてもね、ちょっとね、リードが邪魔です。リードが邪魔です。クインちゃん、ボス君連れながらのね、撮影となっているんで、どうしてもね撮影方法に限界があります。クインちゃんの持ってる手で、撮影 してしまうと、クインちゃんはね、あっち行ったりこっち行ったりフラフラしますので、手ぶれがひどくなります。かといってね、ボス君のね持ってる方のね、手で撮影するとね、こんな感じでねリードが映っちゃいます。なかなか難しいです。なんかね、もっとね、上手に撮影できる方法あったら、ぜひね、教えていただけたらなと思いますが、ボス君ね、相変わらずね、高貴な体です。もうね、なんというかね、胸板が熱いですよね。そんなボス君もね、まあ、これからの時期、これからね、もっとね、寒くなるにつれて、もうね、元気いっぱいになっていきます。とにかくね、もうね、冬メインのワンちゃんといってもね、いいぐらいのワンちゃんなんで、まあね、夏はね、クマさんで言うね、冬に冬眠するような感じ。ボス君は夏をね、冬眠します。逆にね、冬はね、もうね、元気いっぱいでね、全力です。さあ、ボス君、テク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 、クイーンちゃんはどこにいるのって、クイーンちゃんね、前の方をお散歩しております。パパね、左手でクイーンちゃんを持ちながら、ボス君はね、右手で持って、カメラもね、右手で持って、まあね、撮影しているわけなんですが、どうでしょうか皆様。皆様の可愛いワンちゃんとお散歩している姿、似ていますか？それともね、やっぱりね、大きいですか？またね、皆様のね、可愛いワンちゃんを散歩されているワンちゃん、見てみたいです。結構ね、お庭でね、フリーにして、遊んでる動画とかね、お散歩途中の動画とかでもね、結構皆様ね、撮影してもらったりしている方多いんですが、パパね、どうしてもね一人での撮影となるとね、これが限界です。ただね、ちょっとね工夫しております。まあね、パパ目線からっていうよりはね、ボス君目線に近いね、アングルで撮影しています。なんかね、こうやってね撮影するとね、まあ素人ながらね、なんかこう上手に撮れたような気がします。まあね、自己満足のね世界なんでね、まあね、自分が良ければいいかなと、それプラスね、皆様ね、見ていただいて、楽しんでもらえたらなと思いますが、ボス君はね足が短い。こうやって見ているとね、足が短いです。なんかね、後ろ足なんてね、なんかね、ケンタッキーのフライドチキンに見えてきます。まあね、毛が生えてるんでね、ちょっと例え悪いかな。でもね、なんかね、足の形がね、ケンタッキーのフライドチキンのように見えますが、
まあね、そんなね、パパは食いしん坊、ボス君も食いしん坊、クイーンちゃんはどうなのかというと、そんなことはないです。クイーンちゃんはね、結構食べるんですが、まあね、ボス君ほどじゃないです。クイーンちゃんってね、まあね、ちょっとね、クイーンちゃんも撮影していきたいんですが、こんな感じでね、クイーンちゃんは先を歩きたがります。まあね、撮影していないときはね、まあ以前から言っていますが、短く持ってね、まあね、左と右に歩いているような感じなんですが、まあね、どうしてもね、撮影となると長く持ってね、自由に歩かさないと、カメラに収まりきりません。まあね、そう言いながらもね、これね、今ね、広角モードで撮影しております。広角じゃないとね、正直ボスコンくんちゃん映りきりません。なのでね、まあ、パパね、撮影は iPhone11 Pro Max なんですが、こちらね、発売してね、すぐに我が家にやってきて、もうね、撮影するのにはもうこれが欠かせません。今までだとね、 GoPro で撮影していたんですが、まあね、 GoPro の方がね、落としたりしてもね、平気なんですが、逆にね、 GoPro 潰れてから iPhone この Pro Max でね、撮影するようになって、なんかね、 GoPro 持ってるのがね、ちょっとね、アホらしくなったというか、ポケットにね、いっぱいいっぱいなんでね、もうね、スマホで十分かなと。もちろんね、 GoPro はね、 GoPro の良さがあります。水中撮影できたりとかね、GoPro Max だったかな、あれだったら360度撮れたりとかね、もちろんね、 GoPro はね、最高にいいですよ。ただね、パパね、もうね、 iPhone で撮影するようになってからはね、もうね、これでいいかなと。正直ね、もう今のね、 iPhone スマホっていうのはね、すごいです。もうね、これからもね、iPhone で撮影していこうかなと思いますが、まあね、こんな感じでね、ちょいパパ目線、さっきよりはね、ちょっと高めでね、ちょいパパ目線でもね、パパの胸あたりぐらいから撮影しているのかな。ボス君どんな感じでしょうか。皆さんも多分ね、小さいお子さんがね、まあ、我が家の息子娘ぐらいだとね、こんな感じでね、お散歩目線かと思いますが、やっぱりね、大人から見る目線と子供から見る目線違いますよね。まあね、子供がよくね、ワンちゃんね、怖い子供なんかは、わ、怖い、大きい大きいってね、言うのがよくわかります。大人はね、もっとね、上から見てるんでね、飛びつかれてもね、まあね、もちろんね、普通のワンちゃんに比べるとね、大きいんですが、子供だとね、それもね、怖いと思います。こんな大きな大きなワンちゃんにね、飛びつかれたらもうね、ひとたまりもありません。それね、体重もあってね、体も大きくて、まあね、子供の気持ちにね、また子供目線にね、見てもらえたらなと思いますが、もうそろそろね、動画は終了となりますが、皆様本当ね、最近寒いので、風邪ひかないように気をつけてください。またね、ボス君はね、最近ね、体調がとてもいいです。寒くなるにつれてね、絶好調なので、まあね、これからも元気いっぱいなボス君、そしてね、まあね、クイーンちゃんがね、今度ね、寒がりなんでね、まあ、クイーンちゃんに毛布か何かあげたいんですが、またね、すぐね、一日でボロボロにされるような気もしながら、またね、何か考えていきたいなと思いますが、今日も最後まで見てくださりありがとうございます。またよかったらね、最後、エンディング、そしてね、パパトーク、聞いてもらえたらなと思いますが、見てください、踏切です。踏切ね、ボス君、クイーンちゃん、クイーンちゃん初めてかなと思いますが、まあね、ボス君はね、渡ったことあります。もうね、何でもね、いろんなところお散歩行くとね、初めて記念日がいっぱいです。じゃあね、そろそろエンディングどうぞ。はい、ということでね、今日はね、ボス君、クイーンちゃんのお散歩動画、どうでしたでしょうか。まあね、パパ目線ぐらい、またね、子供目線ぐらいだったりね、まあ目線によってね、全然ね、同じワンちゃんでも違って見えますが、まあ楽しんでもらえたらいいなと思います。ということで、もしね、今日の動画もいいねと思った方は、いいね、コメント、高評価もよろしくお願いします。またね、インスタグラム、 TikTok で渡辺ボス、渡辺ボスと検索していただけたら、ボス君、クイーンちゃん出てきますので、そちらの方チェックよろしくお願いします。じゃあね、今日も元気いっぱい、素敵ないい一日を。